ペテちゃま。久ぶり。親孝行。そういうやつでもできるやんか。びっくりしてる。追加ゲームしたやろ。すごいな、やばい。これは家で。今日は、ちゃんお休みデーで引っ越しの準備を始めていこうと思っていて、お出かけは今日は買い物ぐらいにしか多分行かないので、そんな日の一日 Vlog を撮ってみたいと思います。ちゃんが作ってくれました。これは何ですか？ペペ玉うどん。ペペ玉うどんだそうです。飛びそう。ペペ玉うどん。エビ。冷凍庫とか冷蔵庫の中のものを処分していかなあかんからな、処分っていうか食べていかなあかんから、エビもなく、あブロックに飛んだ。食べていい？どうぞ。いただきます。うん、うまい。美味しい。すっごいニンニク効いてる。いや、作ってる時からめっちゃニンニク匂うな思ってたやん。美味しい美味しい。ほんまパスタにしたかってんな。ほんまパスタにしたなかった。パスタが2人分なかった。うん、うん、うん、じゃあ、うん、エビもうまい。うん、エビも美味しい。さすがやな、エビ。エビも味した、これ。味してる。うん、エビだけさっき焼いたもん。あ、そういうことね。うん、しっかり味ついてるわ。めっちゃ美味しい。進むな。普通にめっちゃ美味しい。うん。うどんでもいけるんじゃない？まあ。うどんの方が難しい。いや、うどん伸びるとか。でもうどんの方がなんか絡まりそう。うん、うどんの方が楽。明太子も入ってる？明太子も入れてる。そう、明太子も調理していかなあかんね。エビ甘。美味しいな、エビ。やっぱこれはやっぱ冷凍とはちゃうな。うん、赤エビ。赤エビ。赤エビをちゃんが買ってきてくれてて、うん、冷凍しとってんな。うん、安かった。うん、エビ好きやから。8尾で500円とかだった。うん、めちゃめちゃ安い。抜くのが面倒くさいよね。うん、抜いて綿取って、うん、しかも冷凍しとったらさ、まず解凍から入らないと。うん、流水解凍にした。時間なかった。エビ美味しい。エビうまい。本格的に引っ越しの荷物を詰めていかなあかん。
って感じやな。うん。もう一週間も切ってる。うん。けどさ、使うものもあるから難しいよね。そうか。なあ。もう言うて時間ないな。どうせでも前日にパッパってやるんやと思うけどな、結果、でも今回は余裕持ってる方やから、だいぶ日にち的にはな、今までで一番余裕あるから。でもさ、前、言ったらさ、広い部屋にはなったやん、前からは、今が、だから荷物の量も増えてるっちゃ増えてるかもしれない。そんなに、まあ、服が増えたんやけど、服が増えて、あとまあテレビ台とか、そうやな、テレビ台、あの服はもうあとちょっとだから、着る分残してほぼ詰めてもいけるよな。そうや。あと食器類、もう戸棚にしまってるやつとかは入れていいかな。そうや。食器類もほとんどやんじゃん。そんなにないけどな、上にしまってるのも。いや、通常で使ってるやつもコップ。ああ、もうしまっちゃうってこと。そしたら楽じゃない。なんか前はこのプチプチのロールみたいなのをもらったやんか、前の引っ越しの時は、あれしかもかける2ぐらいもらったやん。今回プチプチもらってないねんけど、いけんのかな。プチプチって結構使ってんけど。だいぶ使ってるな。聞いてみようかな。聞いて電話してみようか。持っていけないですって言ったら、どこに行きますって言うか。どこにあるの？分からん。まあでも段ボールもさ、めっちゃ多くもらってるけど足らんかったらな。またくださいって言わなく。で、また行けないですって言われたらどうにかんかな。引っ越し屋さんもお忙しですからな、今の時期。なんか今まではちっちゃいトラックとか、ちっちゃいやつで段ボールとか持ってきてくれてたようなイメージがあってんけど、今回持ってきてくれたからは、もう家の前にめっちゃでっかい、あのもうほんまにトラック止まって降ろしてくれてた段ボール。コンビニで食べるより美味しい。そりゃそう。添加物も入ってないしな。添加物？せや、どんぐらいじゃん。まあな。小麦やからな。あとニンニクや。まあでも全然あの家でそういう取る分に関してはそんなもん出せる感じらしい。そのやっぱりコンビニとかってなると結構物が入ってると、腐らせないために。腐ってたらな、大事になるから、腐らせないために
うん、レモン取ってるから万能な万能レモンがさ、もう2本目なくなって、うん、3本目を注文してしまってるとこ、うん、一番使う、エビうんまエビうまうん、もう簡単にのっけたねそうなんこのエビ一個残ってる残ったことあるエビ3個ぐらいそう残ったことそうなんだどっちだったの？じゃあラストかえ、8やったん？うん、8ビリやから、うん、選んだって食べるよ食べるよ、うん、明日、うん、朝4時に、うん家を出て、引き継ぎに行く、うん、明日のバーに早いだから、今日はなんかちゃんが昨日夜帰ってきて明日 どこ行くって言い出して私はてっきり家におるもんやと思ったから家におって引っ越しの準備をするもんやと思ってたからちゃんがどこ行くって言い出してえどっか行くって言ったらなんか焼きそばか、ヒルデン焼きそばか、香川行くって言い出して、え？行くの？と思ってな。行くの？どっちでもいいけど、みたいな。でも朝起きたら、やめとこうかってなってました。冷静にしんどい。でもな、なんかこっちにおるときに行けるとこは行っときたいよなって感じやな、うん、こっち側のところには、うん、じゃないと多分わざわざ来おへんかなみたいな、うん、引っ越ししたらねそうや、うん、食べたいなっていう気持ちはあってもでもこっからでも2時間ぐらいかかったりとかするから、うん、ねいや、明日は4時起きやから今日は9時に寝るでって言われたえ4時起きじゃない、4時に出んねんそうなの4時に出んねんそれね、私もついていこうと思ってるんですよちゃんがその引き継ぎをしてる間、私は別行動で、うん、え、家の引っ越し準備せえへんのって言われてるけど、うん時間ないし、遊んでる場合ちゃうでって思ってどうやらすごい余裕でいらっしゃるなでも前もさまあ、なんか一人でやるよりは二人でやった方が早いよ、うん、早いけど、うん、別に一人でも進められるよみたいな感じ、うん、だから今日もうある程度進めたらいいんじゃない、うん今日はまだ家やるから大丈夫やなって思わずに、うん、今日を結構進めてって感じにしたらいいんちゃう、うん
おるときにちゃんが、うん、だからなんかもう段ボールがないときの家は今日で最後、昨日で最後みたいな感じやな、うん、もう今日からは段ボールまみれ、段ボールが積み重なってっていう感じになるかなって、うん、せやな、うん、時はな、とこはな、うん、ゴミ捨てず放題やったのにな、うん、前のところはその市がやってるクリーンセンターみたいなところやな、うん、があってそこに自分らで持ち込めば免許証とか見せて持ち込めば何でも引き取ってくれてるな、うん、そうそう、うん、でそこが割と家から近かったんで、うん、あのちゃんが何往復もしてくれてね、うん、そうそう、どうなんやろうな、そういうのってありがたいよな、うん、なんかこの辺は段ボールを捨てるところが結構いっぱいあるねんけど、あれやの段ボールとか、うん、あれ何捨てていいの、あるわ、あるん、うん、近いん、100ぐらいなんか無料か無料じゃないかもあるやん、そうやな、最初に車の重さ測って、うん、ゴミ下ろしてからもう一回車の重さ測って、うん、その差のキロ数かける何円とかさ、うん、ちょっとある前はそんなんされてなかったよ、ね、ただ、うん、私も行ったことあるんですよ私がな車で持って行ったことあるんですけど、まあ、なかなかこう流れ作業やから難しいよな、こっちこっちこっちみたいな、アイストップとか言われて10キロ30自分で出してみたいな、10キロ30円10キロで、うーん、だいぶやでだいぶ出せるな、うん、だからでもそんな出すもんある、いやあんまないけど、だからまあ出す仮にあったらまあいけるよみたいな、うん、近かった、いや、で問題はそうか、うん、めーめー遠い23分、うん、前10分かからんぐらいやったもんな、そう、10分かからんぐらいか10分ぐらいか、だから行くとき、行くときは気合入れてかからんのですよ、だって橋渡って出て、ここ信号ないの、橋渡って出たか、違うわ、あっちか、じゃあ橋渡らず、橋渡って、あっち側やな、うん、でもないよりマシや、だってでも往復でだってじゃあ1時間帰ってけえみたいな感じで一回行ったの、そういうこと、そういうこと、さあやるか、ごちそうさま、はい、美味しかった、でもまた待ってね、うどんバージョンでパスタでやるか、うん、やろうか、何からやる？服？あ、服じゃん、あ、ガムテープはあると思う、うん、一回それも、あの、何が着てるかも見なあかん、うん、せん、あ、ちゃんの花粉症？これミネラルとって、うん、意識してこれ神ちゃん、それ多分神と思う、プチプチじゃなくて、うん、だから食器とかの間に挟むやつ、うん、なんやろうけどさ、けどそのなんていうの、プチプチもいるやん、うん、あ何なんか
ちょっとふわふわしてる。あ、そうなの。ほら、触ってみる。ちょっとクッション性ある。うん、こういう感じ。でも噛む。まあ言うとも噛む。どう、うん、細いな。細いな、えらいえらい細いな。なんか前思ったんさ、養生テープも欲しいなって思わんかった。養生テープ、うん、なんでこのガムテープじゃなくて養生テープ剥がしやすいから。ああ、まあそっちの方が剥がしやすいのかな、うん、でも段ボールとかには全然それでいいねんけど、うん、違う用途の時に、まあ養生テープあったらな、うん、剥がしやすい、うん、ってことでプチプチがないんです、うん、あ、ってことで今回私たちの引っ越し業者はハート引っ越しさんです、うん、ハート引っ越しセンターさんになりました。初めてよ。はい、初めて。見積もりの結果ハートさんになりました。圧勝やったな。圧勝。ハートさんとでもどっこいどっこいじゃない。ハートとはどっこいどっこい。圧勝やったでもな。あ、そう。いや、あの他の業者に比べて。ああ、それはね、一番高いところからしたら20万ぐらい差あったの。そうやろ、うん、じゃあまあやるか。はい、組み立てて、はい、組み立ててて、やりましょうか。はい、何ですか。なんでやる言ったのに、うん、追加ゲームしてるんですか、うん、ちょっと一回心整えなあかんなってえ、引っ越しに。うん、でもここ最近俺忙しかったから、うん、ずっと、うん、休みも休みじゃなかったような感じだし、うん、最近忙しくてさ、うん、心整ってない。本当ね、口開けながらできるゲームとりあえず一回しないと、そうそう、その心爆発しちゃうかなってことかさ、危なかったで、危なかったで、逆に言うと、心爆発する前にこれやっといてよかったでっていうことを俺は言いたい。俺だってしたくてしてるんじゃないね、うん、自分のためにしてるねてか、いや、家庭のためにしてるか、文句は 言われる筋じゃないし、感謝してほしいぐらい、どっちかっていうの、ありがとう、ゲームしてくれて、ゲームしてくれて、うん、あなたが言うべき言葉は、うん、ありがとう、あの楽しそうにゲームしてくれてっていう言葉以外は俺に言うちゃいかんねん。じゃあね、いいねん別に、うん、ただな、さ、やろかって言ってから、うん、引っ越し準備やろかって言ってからのゲームやったところが引っかかってるだけ。ああ、引っかかった、うん、俺もね、さあやろうって思っとったね、うん、あ、でもちょっと待って、心しんどいなって思ったお、なんなら俺の方がびっくりしてる先に言っとくよ。こっちの方がびっくりしてるから。せやろ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 。でも 俺の方がびっくりしてるんだよ実はあ、俺こっからゲームやっちゃうんだって思って、あ、でも危なかったなと思ってる。本当に危なかったよ。よかった、爆発する前でよかったねね、本当、本当よかったと思う。うん、さあ、じゃあそれ終わったらさ、とりあえずさ、うん、プチプチもらいに行く？うん、プチプチもらいに行くのと漫画売りに行く？そうやな、うん、じゃあ私は今、スイカゲーム待ちです。心整え待ちです。うん、激動やったよ、うん、忙しかった、うん、知らんと思うけど。知ってるよ、激動も激動、うん、全然、いや、心休んでなかった、うん、そう思う、うん、心を休めるのが大事やからな。しゃ、うん、めちゃめちゃそう思う、うん、うん、ダンボール作ろうかな。ダンボール作る、うん、すご
ダンボール作って入れとこうかな。メロンできてるよ。そう、メロン、ゴミが多い。手切れそう。手切りそう、手切りそう。お金があったら荷物詰めてくれるやつでもできるやん。多分でっかい方やんな。今持ってきた箱ってでっかい方？でっかい方にさ、服詰めようと思って。でっかい方やんな。でもさ、ここ細ない？細ない？そう、めっちゃちゃんと合わさなあかん。ここに電話番号書いてるやん。うん、箱に書いてた。まずもう夏服から入れていきます。ちょっと待って、ストーブつけたけど熱いわ。夏服から入れていきます。断捨離も兼ねながらやるかね。はあ、夏服なんかさ、分けた方がいいんかな。夏服とかどうなの。分けた方がいいっちゃいいか。どうする？入れるやつ、これなんていうか、どう入れるのが一番いいんやろな。夏服を入れていきます。
いらんやつ捨てる？いらんやつは捨てていく？着れるよな。着れるよなやけどさ、あでもこれ着てなかったなとかあるよね。ジグゾーパズルみたいな感じに見ていく。カメラに一人で喋ってる。ちゃんが今ゲームして心整えてるから整う待ってる。かわいい。これは琵琶湖の琵琶湖の行ったとこに着てた。これもかわいいんで、パッと入っててワンショル。これもキャミ。これもよく着てたかな、キャミ。でこれは家で履いてたな。あんまり登場回数はなかったけど。これスカートや。これはいつ履いてたかな。でもいつ履いてたやろ。あーこれもう捨てよっかな。パンツ、でも使う、悩む。とりあえず入れるわ。あーこれワンピース、じゃあロングワンピース、かわいいんですよね。これはキャミ、キャミソ。ちょっとしっかり固めの。これはシャツ。シャツね、あんまり持ってないから置いとく。ドットのスカート。Tシャツ。おっとっと。よいしょ。キャミね、キャミね、捨てようか。キャミあんま着ないんですよね。捨てよう。これは昔っからよく着てる。これ買ったけど全然着てないな。出番か。またキャミや。キャミはキャミっていらんよな、ちゃん。キャミ着てないよ。これかわいい。これね、あれスパッツ。これがキャミ。 T シャツ、キャミワンピ。ロングキャミはいるから取ってきます。え、ペチコート取ってきます。これはロングワンピースですね。取ってきます。これマリメッコなんです。可愛くないですか？
これどうしよう、ちょっと悩むな、これ悩むな。ミッキーのパジャマ捨てます。グレーのワンピース、キャミワンピ、キャミじゃないな、置いときます。これは、白のタンクトップ置いときます。これは置いてきます。これも置いとく。これも着てるわ、ワンピ、キャミワンピ、 T シャツ、ズボンな。いらんかな。え、これトゥデイフルのでした。いる人いますかって感じだね。とりあえずトゥデイフルを置いとくかね。もう多分今はもう測れへんもん。RPC のミニ、こんなの履けてた時期もありましたね。いつかいつか言うてどんどん太っていくやつで、取っとくんかい言うてね。だって RPC は多分売れるでしょ。これマリメッコのワンピ着てないけどね、着てないけど可愛いよ。もうめっちゃ昔マリメッコ好きやって、もうめっちゃ持ってたんですよ。入れとくか、うん、なんか白いやつってさ結構気分からあるよね。ほんで夏服、夏服じゃなくても入れていく、もう着やんやろうっていうやつはね、もうあと何日間かしかないし、ある一定の服を置いとけばいいかなとかも思うよね。そうやな、うわっ、とりあえず夏っぽいの直していこう。もうこれもでもそんな着てないのよな、マリメッコワンピ。マリメッコ多いっしょ、多いよ、多い。迷彩のスカート昔履いてた。これは夏かなって感じ。ほんで、ほんで、いいか。これ長袖なんやけど、羽織みたいな感じかな。羽織って感じ。これはたびたび着てたかも、動画でも。リリミークさんのフード付きのロングの、なんて言ったんやろな、重ね着するやつ、かわいい、めっちゃかわいい、気に入ってよく着てました。
これはジャンパースカートみたいな感じかな。かわいい。これもあれ取れてる。ジャンパースカートかわいいよ。ロングでね、ここにスリット入ってて、後ろポッケついてて、ここは多分チョンか。なんかこれの色違い、ロクさんとのコラボの、これ色違いでも言ってるんですよ。可愛かったから色違いで買いました。可愛かったり使いやすかったりしたら、なんかうちがとか何2個ぐらい買っちゃうか。これもね、めっこのドットワンピース、これは、あ、これね、めっちゃ可愛いの。これワンピースなんですけど、こうなんか襟みたいなのになっててね、1枚に軽くって、ここに2個、前にポケット、胸元のところにとかあって、なんかセーラーみたいな感じに、黒いから分からんけどなっててって感じでね、ちょっとこうドルマンみたいな感じになっててって、ケンジ引きのさんです。マミのロンティーやな。マミのロンティーで、うん、これはね、なんかワッフル生地のクマさんのやつなんやけど、かわいいですよ。パジャマとかでいい、まあ、パジャマほんまはパジャマとしては売ってないけど、パジャマぐらいで、ね、いいかなって感じ。これマリメッコのロンティーで、これがリリミークかな。リリミーク、これも大きいですね。これは何回か着てるよね。オッケー、何か着たぞ。200個目いきます。ちゃんはさ、丸スイカゲームしてんやけど、引っ越し準備の士気が下がるよね。わかる？人と暮らすって難しい。人と暮らすって難しい。だってよいしょ、よいしょ。とりあえずさ、もう次はさ、夏関係なく詰めていこうかなって思ってんねんけど、まあ、自分で詰めればさ、なんか分かるよね。あ、こんな時にこれ詰めてくるとかね。見て分かるか。自分で詰めれば自分のことは分かる。あ、
ったわ、これ探してた。私もう一個ね探してるやつがあるんやけど、今日見つかったらいいな。靴下探してます。ベースレンジの靴下が行方不明になって探しています。なぜかなくなりました。なぜかなくなったので探しています。これもとりあえず直しとく。いや、ニットのやつ直しとくか。ちょっと移動させますよ。よっ。パジャマです。パジャマ。パジャマもいいよな、もう冷たい。これとセットのズボンも一緒に直しとこう。わからんくなりそう。セットのズボンは一緒に直しとくわ。わからんくなるやん。これ使いそう。これ今履いてるやつと一緒やねんけど、クリーミーってのやつ気に入ったからもう一個買ってるって感じ。気に入ったのは何個も買っちゃう。何個もっていうか2個は買うかな、うん、なんかそれがダメになった時、切れへんくなった時にもう一個持っときたいなって思っちゃう方で、セーラーのね、可愛いんやけど、みんな着てないな。よし、200個目 OK。 OK やけど、え、ちゃん、マジックって入ってなかったよな。マジックでさ、書いていかな、わかるよな、フークって。よいしょ。ちょっとさ、このカメラの下ガムテープ見ちゃいまして、
これってさ、十字にした方がいいかな、どう思う？これ細すぎるからさ、十字にした方がいいかちょっと思ってんねんけど、これだけで大丈夫ですか？抜けてんのかな。まずやわ。失礼します。ちょっといいとこ行けときとかのワンピース、ちょっといいやつ、入ってないな。あ、でもね、妹とかとね、フリマ出したいなって言ってるんで、ね、フリマで出せそうなものは、まあ持っていっとくって感じかな。今で出せるものが何もないってなるのね。あ、これもや、これもケンジヒキノさんのさっきのもグレーグレーバージョンやヒョウグラスパンツ、これもフリマやな、これもフリマ、これなんかタグ付きやから、生きるあんたの顔までの長い長い道を探し続け今日も生きる、入れていこう、もうね、入れていくしかない。いや、もう入れていこう。もうあと何日かしか服も着やんしね。だからってなんか着ていくときってさ、服あいってなるのも大変やから、ある程度置いて、まあでもさ、オーバーオールさえ置いてればさ、なんとかなるよ。オーバーオールとインナーさえ置いとけばなんとかなるよね。あとパジャマとね、あ、これ黄色パンフレットで買ったやつ、これが多分引っ越し準備の時に履くね。あんたに会うまでの長い長い道最近さ、TikTok でさ、そのスピードのさ、昔のやつが出てくるわけ。スピード世代なんですけど、知らん人もいるよね、スピード。スピード世代なんですよ。
TikTok でさ、そういうのが出てくるからさ、歌っちゃうよね。すごい残るの。さあ、やっぱ昔の歌って覚えてるよね。今でも歌えるよね。あ、キャミまた出てきた。クロア置いとくか。間に詰めて。これも今年着てましたね、キャミね。ひらひらのやつ。ちゃん、ゲームやめたね。歯磨いてる。ゲーム終わった？文句聞こえた。え？文句聞こえた。文句言った？いつ？なんて聞こえた？無意識、無意識。なんて聞こえた？士気が下がるって言う。俺の心の士気が今下がったな。いや、これ捨てようかな。ほんまキャミ着やんのよなあ。キャミ着いひんよな。着いひんよな。なんとかかなんか夏着るかなとか思っちゃうねんな。夏着るかな、暑い時夏家で着るかなとか思っちゃう。OK 3箱目完了。まだあるで。よし。ボロボロなるわ。じゃあ売りに行く。うん。売りに行くのと、何やったっけ、エアキャップっていう、エアキャップっていうのをハート引っ越しセンターさんに取りに行かないといけないみたいなので、取りに行ってきます。漫画売ってハートさんに行ってエアキャップもらってきました。で、今からは、なんか、送別品？うん、送別お世話になりました。送別品買いに、ちょっと百貨店に行くそうです。うん、明日でもいいんやけど。え、明日ちゃん仕事じゃない？そう、仕事やから、もう帰るうちに買ってこうかなって。うん、そうやろ。漫画がね、全部で90点出したみたいなんやけど、うん、せいにもならなくてびっくりしたの。せいにもなってちょっとええとこのランチ行ったら終わる。いや、なんなら足出る額やから。982円でええとこのランチも行かれへんよ。ええとこのランチ、うん、いや俺の中のええとこのランチって1100円とかやから。もう行かれへんよ。だから足出るって、うん、安かった。ショッキング、うん、だいぶショック受けてた。そんなわけないと。
安いですよね、ああいうところの買い取りって。俺の3月のライオンがそんなに安いわけ私はよう分からんねんけど、あんな心ほっこりする漫画がそんな。そういえばさ、読んでって言ってなかった3月のライオン、うん、読んでた言ったっけ、うん、ほな読んでもう打ったよ心ほっこりする漫画、うん、とってもとても心ほっこりする漫画、うん、なんか言ってた気がするな、うん、読んだらって。主人公が、うん、まあ将棋の話なんやけど、大筋のストーリーは。ああ、じゃあ入ってけへんかもしらん。でそこにこうまつわるいろんな話があるわけですわな、うん、ああ、じゃあ入ってこへんかもしらん。将棋の話ってよりはそのそういう人間関係のお話やな、ほっこりする。もうええ感じでね。あのほら、何やったっけ、その3月のライオン描いてる人は、うん、有名なあの漫画、何やったっけ、あー、思い出せんな、全然思い出せん漫画？漫画、何やったっけな、どういうやつ、全然思い出せん何一つ思い出せん。その実写化された時に主題歌が多分ユキやってる、うん、フルーツバスケット、違うな、ルルオニケンシ、違う、3月のライオンで、何やったっけな、全然思い出せない、ちょっと後でまた調べるわ、うん、まあ心ほっこりする話やって、安かってんて、ね、あとワンパンマンの、アンパンマンじゃないワンパンマン、もうね、すべての敵をワンパンで倒せるっていう、めっちゃ強いってこと、めっちゃ強いってこと、うん、そういうアニメ、漫画とかいろいろって、まあ、やっぱキングダムを売ればもうちょっと高いんやろうけど、キングダムは残してるんじゃん、うん、キングダムとワンピース残してますわ。なんかさ、私もさ、服とかさ売ろうと思ってさ、あのセカストとか持っていくけどさ、えっていう値段しかつけてくれへんやんか、うん、それでさ、もう毎回え、いいですって言って持って帰んねんな、うん、結局なんもうね、無理してでも打った方がええよ、うん、けどさ、いやって感じになっちゃうねんな、こんあんな高い服やのにって、こんな値段でっつって、そうそういうね、うん、じゃないとあの人たちの商売が成り立て、うん、そうやねんけどさ、だから私はもうセカストでは売らないと思う。いやでもだってどうせもう金のよ、俺ももうどうせ読まへんから、うん、お金になったらええわっていう気持ちやったから、そうやけど、ただショックやったね、それ。そうやろ、安すぎるわってなるやん、びっくりしたわ。それでもちゃんはあのもういいですって言ってたんか、すごいなと思って、うん、だってもう引き取ったとて、うん、めんどくさくなって別に他のとこ持っていこうとも思わんし、うん、だから引き取ったとて、だからもうそれやったらもう売る、うん、これで俺はもう今日段ボール2個分片付けた、うん、まあな、今日のミッション終わりみたいな全然やで、ちゃん1個も箱に詰めてへんねん、まだ。でもスイカゲームしたやろ引っ越しのこと何もしてへんの。でもスイカゲームしてたよ。一番焦ってないのちゃんやな、きっと。いや、もうパパパって終わんね、うん、ちゃんもやりだしたら早いらしい。でもやるまでが長いんやろ。ちょっと引っ越しするのめんどくさくなってたもう残してって言おうかなってやっぱしゃあないよ、決まってることやからやらないと。めんどくさいよな。じゃあまた詰めてさ、また新居で出さなあかんっていうのがな。それがなんとも言えんな。出してまた出して、うん、整えてがなあ。まあ入れるのはさもういいやん、とりあえず入れろや、うん、出すときはな、またそう整理しながら出さなあかんやん。あとだからもうそうやな、お風呂のやつとかな、もうお風呂のやつとか分かるようにしとかないと。もう明らか洗面所の下ももう今日やってしまっていいかも、うん、お
風呂のやつ目立つようにしとかないとさ、その日お風呂入れんくなるじゃん。それはお風呂って書くよ。うん、なんかもういや、マジック買って帰らな。そうよ、箱にデコローションしないと。あとなんかお箸入ってるやつとかな。うん、お箸探さなあかんとかあったやん。え、お箸どこみたいなのあってるお茶碗どこみたいな、食器とは書いててもさ、ちょっとなんか細かに書かなあかんない。や、細かに書いてたと思うねんけどな、この前。割と割かし、うん、割かし。まあでもさ、こう、これはリビングとかキッチンとかさ、寝室とか書いててもさ、まあ割と段ボールどっか行ってることあるやん。しゃあないわな。とりあえず送別品買いに行きます。今から、うん、一旦あれ、これ左折カーじゃない？うん、なんで行かへんの？気づいた？いや、高校生いたんじゃん。ああ、カーって書いてくれてるの分かりやすいな、うん、あのマークだけやってもちょっと分からない。こんなアイスクリーム屋さんあったね。あったあったあった。うん、いってきます。まことにありがとうございます。お客様に駐車場のご利用についてご案内を申し上げます。お買い物をされたお客様はお買い上げのご精算時に駐車券をご提示の上、各レジにて売り場係員より駐車場代金をドンクのクロワッサンを買ってもらいました。ドンクのクロワッサンと、あと何やったっけ、ドンクのなんかきなこ、きなこ、黒糖きなこ、なんたらかんたら、なんたらかんたら、お芋が入ってるお餅、パン、うっせってから。ちゃんはゴザソーローも食べてた。ゴザだったけど、いつもいつも。あ、もう一個上がらなあかんね、うん、マジックはドンキホーテ行ったんやけど、150円したから100均の方が安いなと思って100均にまた行こうと思います。はぁ、今日一日も終わりそうやなあ、今日一日も終わるな。なあ、天ぷらかおでん食べたいな天ぷらかおでんが食べたいらしいあ、出してもらう、待っとくわ。駐車場でさ、この縦列駐車って初めてやったわ。こっちはなんか光がないけど、縦に縦列駐車しなあかん。うん、バイバイしてた、バイバイしてた、バイバイしてた。危な危な、あ、トリックはほら母さん、はいはー、ドンクさ、久しぶり、久しぶり。ドンクのクロワッサンがやっぱり好き、うん、美味しい、美味しいよな。っていうかさ、眠いの、うん、寝たら眠いのよ。でも今寝たらさ、今寝たら絶対夜寝へんから、うん、そう、早く寝なあかん。どうするの？お酒入れて寝れば。え、お酒入れたら余計寝れんねん。うん、お酒入ったら余計寝れへん。余計寝れへん、うん、俺多分もう今寝ても朝まで起きへん絶対起きるて。そんな自信、絶対お腹空いたって起きる。そんな自信があるわ
夕方ですせーで。じゃあまだ箱詰めてませんでして。でも箱2つなくしてあなただって2個箱詰めたんやろ。3つ。じゃあ大して変わらない。これ箱2つなくしてる変わっとるわ変わってないよ。いや変わってるあんまり。いや確かほら変わってるよ。でも帰るやろ。無理だ。うん、じゃあ僕ら帰ります。よいしょ、帰ってきました。帰ってきて今私の方が先にお風呂から上がってきました。ちゃんはまだ入ってます。あーということで今日は結局本気で引っ越しの準備をしようよって言ってたけど結局できてないっていう一日に終わりましたね。こんなもんやね多分また前日とか前々日とかにババババババってやるようになるのかなっていう感じ。うん、明日は引き継ぎやし私もついて行って遊ぶしで、帰ってきてね、私もいろいろさ編集とかしなあかんし、編集しながら編集まあまあって終わらせて少しの準備していかない。やばいねほんまに。うん、今日はね、で母親の誕生日でもあったんですよ。そう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 、電話しました。なんか妹の甥っ子くんたちも電話してくれてたみたいですごい喜んでましたね。まあうちはねもう母親しかいてないので、まあ長生きしてほしいなっていうふうに思ってます。あといつまで生きれるかわからんけどって言ってたんやけど、長生きしてほしいなっていうふうに思いますね。私は孫をまだ見せれてあげてないし、孫がこうおばあちゃんっていう存在が分かって、そう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 分かって、その私おばあちゃんまだ生きてるんですけど41歳じゃないですか。まあそこまでねうちの母親は生きるのは無理かもしれないけど、でもやっぱりその親とは違うおばあちゃんっていう存在ってまた全然特別やし、私もおばあちゃんとおじいちゃんとかも大好きで育ったしね、うちの母親もそんなにまあそんなにねなんていうんやろ、デレデレ孫にデレデレみたいな感じではないねんけど、ちゃんとこう一線を置いてくれてるねんけど、やっぱりそう子供がいてはるね美容師さんとかに聞いたらやっぱり長女って可愛いよって、もちろん下の子ももちろん可愛いと思うねんけど、やっぱりなんか違うもんがあるよって言ってたから、やっぱ孫を見せたいなっていうふうに思うし、その孫にもおばあちゃんっていう存在を長くこう感じてもらえるように、長く一緒にいれるようにしたいなっていうふうに思う。子供ができたらね、まあでもできひんかったとしてもやっぱり親はそのやっぱり電話をした時にこう、仲良くやってるって大丈夫っていうふうにやっぱり聞いてくれて、仲良くやってくれてることが一番嬉しいって言ってくれるから、別にこうすごく孫を望んでるとかいうわけでもないし、こうすごい尊重してくれてるっていうのはすごいわかるから、ずっともういいか
ね、お母さんしかいないから長生きしてほしいし、やっぱり生きてる間にたくさんこう親孝行をしたいなっていうふうに思ってます、うん、親孝行っていう親孝行がね、まだ私ちゃんとできてないような気がするから、今こう離れて結婚して初めてね、すごくこう関西から出て離れて、そういう家族とかやっぱり知り合いが近くにいない人たちの気持ちが分かったんですけど、まあ、今回はあの引っ越しをして実家からは近くなるので、そう、まだこうこんなに離れてる距離じゃなくなるから、あの今はね、妹がね、いろいろこうスーパーに連れて行ってくれたりとか、顔を見せに行ってくれたりとか、あの犬飼ってるんですけど、犬の病院に孫が行ってくれてるのかな、そう、うちの実家の犬の病院を孫とかが行ってくれてるので、まあ、私が今度はあの引っ越した後はね、できるところはやっていきたいなと思ってます、うん、そんな感じかな。できる親がいる時に親孝行をしていかないといけないなっていうふうに思うしね、そう、もうね69歳って言ってましたね、すごいよね。まあその母親が69歳っていうのにも驚くけど、私が41歳っていうのもやっぱパンチ強いしね、うん、まあ、でも今年も無事におめでとうが言えてよかったなっていうふうに思います。また引っ越し終わったらね、お祝いでもしようかなっていうふうに思ってます。はい、そんな感じで、もう明日は朝4時には出発するっていうことなので、寝ないといけないけど、こんななんか9時に寝ることなんてさないから寝られへん気はするねんけど、でも眠たい気もするねんけど、でも朝早起きしなあかんから起きれるかすっごい不安、無理じゃないかと思ってる。寝やん方がいけそうな気もするけど、でも寝なもあれやから、とりあえず寝ます。そんな感じで引っ越しの準備 Vlog とか言いながら全然準備はできませんでした準備の準備をしたって感じ、うん、まあ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 頑張って引っ越し準備していきます。今日はありがとうございました。じゃあね、バイバイ、おやすみ。